ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、最近話題で個人的に気になる予言者っている？そうだな。人類の未来や宇宙についてなど、様々な予言を発信している、日本出身のある予言者が気になっているぜ。そうなんだ。そんな予言者っているんだね。そうだぜ。今回紹介する予言者はその予言だけでなく、都市伝説に関するテレビ番組に出演している人でもあるんだ。加えて、YouTuber として自身のチャンネルで出演したテレビ番組の解説をしている予言者でもあるんだぜ。その人の予言が悲惨なものでないといいわね。残念ながら、その人は将来世界に対する不吉な予感を警告しているんだぜ。そうなの？気になるわね。よし、それじゃあ今日は人類に訪れる恐ろしい未来、誰も気づいていない2024年の X デーについて詳しく解説していこう。わかったわ、よろしくね。ゆっくりしていってね。ねえマリサ、もし宇宙人が見つかったら、地球が滅亡しちゃうかもしれないって言われたんだけど、どう思う？そんなこと心配するなよ。もし宇宙人が存在しても、地球滅亡を望むわけじゃないだろうし、もう我々のことを知ってるはずだぜ。でも、どうしてそんなに自信があるの？この間のやりすぎ都市伝説を見てないのか？2024年10月24日の放送で、関明夫さんが14年ぶりにエジプトで取材してたんだぜ。そんなに面白い内容だったの？リアタイで見たかったなぁ。その取材の内容には宇宙人や古代文明に関するヒントもあったんだ。これから詳しく話してやるから、ちゃんと聞いておけよ。ねえ、マリサ、この広い宇宙の中で、宇宙人って実際にいると思う？いると思うぜ。だって、宇宙は無限に広いし、地球だけに生命がいるってのはおかしいだろ？なるほど、最近、いろんな映画を見たんだ。例えばメンインブラックやアフターアース、それにインターステラーも。その映画たちか、面白い映画だけど、宇宙人の存在を考えるきっかけになったんだな。それで、どう思ったんだ？やっぱり宇宙には他にも生命がいるんじゃないかって思うんだ。地球だけじゃなくて他の星にも生命が存在してても不思議じゃないよね。その通りだぜ。実は最近、2024年に木星の衛星エウロパを探る探査機エウロパクリッパーが打ち上げられたんだ。それって、宇宙人がいるかもしれないって話？そうだぜ。エウロパの海に地球の海の2倍の水が含まれているとされていて、生命が存在する可能性があるんだ。さらに、その海には生命の基礎となる炭素があることも分かってきているんだぜ。すごい、それなら、地球外生命体が存在するかもしれないんだね。そうだな、さらに面白いのは、探査機の表面にはタンタル製のプレートが使われていて、そこに宇宙人に向けたメッセージが刻まれているんだ。メッセージ？どんな内容なの？それが、地球とエウロパのつながりを水を通じて表現しているんだ。プレートには、地球の生命にとって不可欠な水をテーマに、103カ国語で水を発音した時の波形が刻まれているんだ。すごい、日本語も入っているの？もちろん、さらに、プレートの反対側には、地球外文明の数を推定するドレイクの方程式や、人類の科学や芸術を伝えるメッセージも刻まれているんだぜ。宇宙人に、地球人が友好的だって伝えられるんだね。そうだぜ。さらに、木星の周りを回る4つの衛星の軌道が書かれていて、その周囲には世界中から26例万人以上の名前が登録されたマイクロチップも取り付けられているんだ。26例万人以上？すごいことだね。ああ、このメッセージには、科学、技術、芸術など、人類が宇宙に提供できる最高のものが込められているんだ。宇宙人と地球がつながる日が来るのかもしれないんだね。霊夢、ちょっと面白い話を聞いたぜ。実はエジプトのアレクサンドリア港の海底に、クレオパトラの宮殿が1996年に発見されたんだ。それって、昔は海底に都市があって、後から人々がそこに住み着き、また海底に沈んだってことなんだぜ。それってすごく不思議な話だわ。でも、どうして海底に都市があったの？それが面白いところで、この話の背後にあるのがコーンヘッドなんだ。関さんが言っていたんだが、ペルーで見つかった三本指のマリアってミイラが、その証拠だって。さらに、モンセラートってミイラも注目されていて、どれも頭が長いコーンヘッドなんだぜ。そんな特徴のミイラがあるの？それってなんだか不気味ね。それだけじゃないんだ。アクエンアテンもコーンヘッドだったって説があるんだぜ。あと、ペルーで見つかったモンセラートというミイラ、これが面白くて、体長は90センチメートルくらいで、額には金のプレートが埋め込まれてるんだ。その特徴的なのは、臓器が残っていて妊娠していたことがわかっているんだぜ。
妊娠しているなんて、映画みたいな話だわ。でも、普通のミイラは臓器を抜くのに、どうしてそのミイラは違ったの？それが不思議なんだぜ。モンセラーとは生きたまま仮死状態で埋められた可能性があるってことだ。実は、クマムシみたいに過酷な環境でも生きられる乾眠状態に入ってたんじゃないかって説があるんだ。乾眠状態？それってどういうこと？乾眠ってのは、体が乾燥して生命活動を停止することだぜ。ペルーのミイラも、水分がない状態で生命活動が、止まっていた可能性があるんだ。石さんは水をかけるだけで動き出すかもって言ってるんだぜ。ミイラが蘇るなんて、まるで映画みたい。でも、どうしてアクエンアテンやそのミイラはコーンヘッドなのかしら？それについては確証はないんだが、アクエンアテンの頭像もコーンヘッド説と関連があるんじゃないかと思うんだぜ。霊夢、ピラミッドってどうやって作られたと思う？重い石を丸太で転がして運んで、デコの原理で積み上げた感じ？いい線言ってるな。でもな、ピラミッドが海底で建造された可能性があるって説もあるんだぜ。海底？どうしてそんな話になるの？それを説明するぜ。まず、ピラミッドは紀元前27世紀頃、ジェセル王のために建てられた高さ62メートルの巨大建造物だ。だけど、どうやってあの重い石を運んで積み上げたかは、未だに謎なんだ。確かに不思議ね。それで、海底の話とどう繋がるの？番組内で新しく紹介された説では、ピラミッド内部の垂直シャフトが水力エレベーターとして機能し、浮力で石を持ち上げた可能性があるんだ。でも、エジプトって砂漠じゃない？水なんてどこにあったの？それが興味深いんだぜ。数千年前、サハラ砂漠は今より湿潤な環境で、サバンナのような緑豊かな土地だったんだ。その頃のエジプトには豊富な水資源があった可能性が高いぜ。それならまだわかるけど、海底っていうのはやっぱりおかしくない？実は、ピラミッドの石に貝殻が付着していたり、スフィンクスの足元が船着き場だった可能性も指摘されているんだ。当時のエジプトは水の都だったかもしれないって話さ。そうなると、もっと昔に作られた可能性もあるってこと？その通り、アメリカの地質学者ロバート・ショックは、ピラミッドが、紀元前5000年から紀元前9000年に建造された可能性を提唱しているんだ。また、当時の海水面は今より75メートル高かったから、ピラミッドが一部水没していたとしても不思議じゃないぜ。そんなに昔の話だと、今までの歴史が全部変わっちゃいそうね。そうだぜ、歴史は常に新しい発見で塗り替えられる可能性があるんだ。例えば、クジラの谷って聞いた？初耳ね。ワディアルヒタンって場所で、400体以上のクジラの化石が見つかってるんだぜ。これも、かつてこの地域が海だった証拠と言われているんだ。次はコーンヘッドとアマルナ美術について話すぜ。アマルナ時代の美術では、人間の頭をコーンヘッドで描いているんだ。なんでそうしたのか気になるだろ？確かに、普通の頭じゃなくてコーンヘッドなんて、わざわざ描く理由があるの？関さんによると、アクエンアテンとネフェルティテ、子供たちを描いたレリーフにヒントがあるらしいぜ。膝の上にいる子供を見てみろよ。帽子もかぶってないのに、明らかにコーンヘッドだろ？本当だ。でも、どうしてそんな形なんだろう？関さんはこう言ってるんだ。あの時代、本当にあの大きさで存在していたんだ。地球外生命体と人類が接触していた証拠だってな。地球外生命体と接触してたなんて、本当なの？ああ、さらに人類と融合して、新たな生命体が生まれた可能性があるとも言ってるぜ。例えば、三本指のマリアやモンセラートみたいな存在だな。融合ってどういう意味？なんか難しそう。簡単に言えば、人類と地球外生命体が混ざり合った結果、新しい姿の生命体ができたってことだぜ。なるほど、ちょっとわかってきた気がする。それでオシリスってどう関係してるの？オシリスはエジプト神話で死と復活を司る神だぜ。アビドスの世紀一世総裁殿に書かれたオシリスの肌は緑色で植物の再生を象徴しているんだ。そうなんだ、冥界の王って呼ばれるのも関係あるの？ああ、そこから冥王星を連想するんだぜ。冥王星は星の終わりを意味していて、スターオメガに繋がるんだ。スターオメガ？それって何なの？星の終わりと新しい宇宙の夜明けを示すものだぜ。関さんも点と点が線になり、立体になると言ってるから、まだまだ続きがありそうだな。なるほど、ニュースって繋がっていないように見えて、実は深く考えると関係してることって多いんだね。スターオメガって名前、ちゃんと覚えておこうっと。その通りだぜ。ところで、オシレイオンっていうオシリス神のお墓がある場所を知ってるか？
あそこは、エジプト神話における原初の丘を象徴する場所だと言われているんだ。この神殿には原初の水が湧いているんだが、その水の正体や源はまだ解明されていないんだぜ。原初の水？それって何か特別な水なの？ああ、それはエジプト神話の最高神ヌンに関係しているんだ。ヌンは世界の全てを内包する水の塊とされていて、原初の神として知られている。とはいえ、多くの人は最高神をラーだと考えるよな。確かに、エジプト神話の最高神って言われるとラーを思い浮かべちゃうけど、ヌンが最高神なの？関さんはこう言ってたぜ。エジプトは灼熱の国だから、太陽神ラーが最高神と思うかもしれない。でも、本当の最高神は水なんだ。ってな、この原初の水は生命の誕生や未来の生命の象徴とされていて、まるでスターゲートみたいな存在だと言われてるんだぜ。なるほどね。でも、それがイルミナティカードに描かれてるって本当？ああ、本当だぜ。クローンっていうカードがその証拠だ。このカードには、緑色の液体から女性が現れる姿が描かれているが、その色が原初の水と同じなんだ。関さんは、このカードがクローン技術の未来を示唆していると言っていたぜ。実際、中国ではペットのクローンを作るサービスがすでに始まっているんだ。そんな未来が来てるのね。でも、人間のクローンが作られるようになったら、どうなっちゃうんだろう？もしクローン人間が作られたら、今の人類とは全く違う高度な存在になるかもしれない。例えば、ツタンカーメンの隣に発見された 37A と 37B のミイラだが、これらはツタンカーメンの双子の子供で、地球外生命体との交配種ではないかと考えられているんだ。地球外生命体と？そんなこと本当にあるの？他のミイラと違い、これらには臓器が残されていて、エクソソームと呼ばれる細胞間の情報伝達物質が含まれている可能性があるんだ。このエクソソームは再生医療や美容でも注目されている物質だぜ。それが未来の技術につながるってこと？関さんはこれから人類は地球外生命体のエクソソームを体内に取り込む時代が来ると言っていたぜ。そして、その技術が新たな生命体や人類の進化を加速させるともな。マリサ、最近の関さんの発言、ちょっと難しいんだけど、どういうことなの？ああ、関さんの話は確かに深いぜ。特に人間選別が始まるって言ってるところだな。これはただの都市伝説じゃなくて、現実の変化を警告してるんだと思うぜ。現実の変化って、例えばどんなこと？今、人間よりも AI の数が多くなってるって知ってるか？それだけ AI が社会に浸透してるんだ。このままじゃ、AI に頼りきりの社会になっちまうって話だぜ。そんなに AI が進んでるの？ちょっと怖いかも。そうだな。でも関さんが言ってるのは、ただ怖がるんじゃなくて、情報をしっかり読み取って行動することの大切さだぜ。例えば、災害や社会の変化に備えるために、人間同士で助け合う意識を持つことが必要だって話だな。助け合う意識か、確かに、それがないと難しいかもね。でも、どうしてこんな話をしてるの？関さんは都市伝説は危機管理能力を鍛えるデバイスだって言ってるんだ。つまり、ただのエンタメじゃなくて、現実に役立つ視点を提供してるんだぜ。最近の発言は特に、社会や政府の動きについて考えさせられる内容だと思うな。それって、真実を見極めろってこと？そうだぜ。テレビやネットで流れる情報を鵜呑みにするんじゃなくて、自分で考えて判断する力を持てってことだな。それが、洗脳を解く作用ってことなんだろうな。なるほどね。でも、どうやってそんな力を身につければいいのかな？簡単なことから始めればいいぜ。例えば、災害への備えをしっかりするとか、周りの人と協力する方法を考えるとか、関さんの話も、そのヒントをくれてるんだと思うぜ。わかった。じゃあ、私もできることから始めてみるよ。それでいいんだぜ。関さんの話をただの都市伝説として楽しむのもいいけど、そこに込められたメッセージをちゃんと受け取ることが大事だってことだな。さて、ニューワールドオーダーって言葉についてだが、これは新世界秩序という意味で、既存の国際体制を覆す新しい秩序のことだぜ。政治学でも使われる言葉で、特に冷戦後の国際秩序を指すことが多いんだ。え、意外だわ。陰謀論だけの言葉かと思ってたけど、ちゃんと学術的にも使われてるのね。そうだぜ。ただ、陰謀論ではもっと過激な意味合いがある。1% の富裕層が 99% の人類を支配しようとしている構図を描いているんだ。この計画の中心には世界政府って超国家機関があるとされているぜ。そんな話、ちょっと怖いわね。でも、どうやってそんなことをするつもりなの？
陰謀論では、ワクチンがその手段だとされてるんだ。ナノチップを仕込んで、人類をデータベース化するって話だな。これで人々を完全に管理下に置けるとされているぜ。でも、それって逆に 1% の富裕層が危険にさらされない？そこが面白いところで、エクソソームを使って、むしろ富裕層が自分たちに特殊な能力を与えようとしているんじゃないかって話もあるんだ。関さんは、マンモス復活の DNA 実験を例に出していたぜ。え？マンモスの DNA を像に取り込む実験なんてやってるの？それってうまくいってるの？実際にはうまくいってないんだ。DNA が断裂して純粋なマンモスを復活させるのは難しいらしいぜ。ただ、こういう研究が進めば、地球外生命体の力を持つ存在も作れる可能性はある。ってことだな。最後にパラレルワールドについて話すぜ。関さんが番組で語った内容を調べると、紹介されていたことと矛盾する点がいくつもあるんだ。それでも、嘘をついていたとは思わないぜ。番組のテーマが都市伝説だから、事実じゃなくて仮説として見るべきだしな。でも、関さんが本当に伝えたかったのは何だったんだろうな。そうね、今までの常識は通用しないとか、新たな次元のパラレルワールドに入っている可能性があるって話。急に出てきてびっくりしたわ。なんでパラレルワールドって言葉を使ったのかしら？それが重要なんだぜ。パラレルワールドって表現したのは、ただの歴史の転換じゃなくて、現実とは異なる別の世界の可能性を伝えたかったんじゃないかと思うんだ。例えば、未来ではエクソソームを取り込んだ人類が生まれるって話も、あくまでこういう未来があるかもっていうフィクションとして語ったんじゃないか？なるほど。つまり実際に起こるじゃなくて、あり得る未来として語ってた可能性が高いのね。でも、2026年に関さんが言ってたニューワールドオーダーって何が起こるのかしら？2026年に大きな変化があるって話だな。例えば、水や AI に関連することが起こるんじゃないかって思うんだぜ。AI の進化に必要なデータが不足する懸念があって、その解決策として政府や企業が、私たちにとって不利な技術や政策を進める可能性があるんだ。それって、私たちにとって危険な未来になりそうね。ああ、だから注意しておく必要があるんだぜ。でも、これはあくまで俺の推測だから、間違ってるかもしれない。でも関さんが何かを暗示してるのは確かだと思うんだ。だから、みんなも番組を見て、自分なりに考えてみてほしいぜ。もし関さんに何の意図もなかったら、マリサ、結構恥ずかしいこと言ってるわよ。おいおい、言うなよ。でも、もし本当に何か起こったら俺の予想が当たるかもしれないだろ。外れたら笑ってくれればいいさ。信じるか信じないかは、あなた次第だ。ってな。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。